もうすぐ産休に入る妊婦ですが、ふと、数年前に退職した前の職場だったら産休なんて取れなかった、そもそも妊娠できなかったなと思い出したので書き込み、前の職場は創業20年ほどなのに、アキラはっぽく、上司の好き嫌いや飲み会の参加頻度、毎週2から3日は飲み会で評価が決まったり、効率よく定時内に仕事を終わらせる人より、上司と一緒にダラダラ雑談しながら残業する人の方が評価が良かったり、そもそも好き嫌いも学生時代に上司と同じスポーツをしていたかしてない場合も、毎週のように行われる休日イベント釣りや BBQ に参加してるかで決まるようなところだった。それに加えて以下のような濃いメンツばかり。自分が若い頃には産休や時差出勤、時短勤務なんてできなかった、若い子は甘えてると主張し、妊婦社員を攻撃するおばちゃん社員、残業するほど偉いが浸透しきってるので、妊婦社員がどんなに定時内に効率よく仕事を終わらせても、もっと言えば想定以上の成果を上げても、あいつは仕事ができないと評価。第一子が生まれる日、産院から呼び出されてもお客様対応を優先させ、それを誇りに思い部下にもそうするように言い聞かせている男性社員。家事育児は女の仕事と家庭を顧みず、残業後も終電近くまで飲み歩き、休日は前述のイベントで子育てにほぼ関わらない、それを誇らしげに語る上司たち。ちなみにお給料の安い会社だったので、ほぼ全員フルタイム共働き。妊婦社員に対し、妊婦が産休や時短勤務するせいでこっちに負担がとガチギレする、仕事をサボってばかりで、むしろ妊婦社員にサポートしてもらっているアラフォー独身女性社員。加えて制度として存在する男性育休を取得する人がいると、妻を管理できない無能 W と評価を下げられたり、成果を上げたのに降格になった、それを見た新入社員が特に意味もなく妊婦社員や育休取得男性社員を見下すようになったり、地獄のような環境。妊娠出産関連以外の条件もひどくて、いろいろあって自分は独身のうちに転職、その後新しい会社への入社、結婚、妊娠と経験してきたが、前の職場と違いすぎて執念たっても驚くことがある。そもそも残業正義じゃないし、サビ残もできないように PC が強制シャットダウンされる、飲み会は完全任意で不参加でも昇進に関係ないし、妊娠出産関連の制度が整って取得実績も多いだけでなく、男性社員は子供が生まれた場合の育休取得が義務。妊娠中の私が働きやすいようにすごく気遣ってくれるし、それを見た独身の若い社員さんたちもサポートに回ってくれたりする。こんな優しくしてもらえるなんて考えられなかったし、前の職場ではストレスで体調を崩したり生理も不定期だったりしたから、そもそも妊娠もできなかったと思う。改めて今の環境に感謝するとともに、復帰したらできる限りの恩返しをしていきたいなとしみじみ実感した。ゆっくり英気を養って、無理せず出産と育児頑張ってな。それにしても一定数いる苦労が美徳層は何なんだろうね。